はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。青トロンモドキになります。はい。え？青のくせになんか色の違うカードが見えるって？これとこれとこれですか？これはですね、あなたの心の中のアレティ新人が足りないからですよ。まあ、聞いてくださいな。はい。まず、アレティというこの無色のカード。好きな色のデッキに入るということは、ゆえに全色新人ですよ。はい。全色新人ということは、これも青だし、これもアレチだし、これもアレチ。すなわち、まあ、ここにあるね、色の違うカードは全部青なんですよ。はい。皆さんね、この中の無色新人、近いと思っていきましょう。はい。まあね、そういう冗談は置いといて。はい。ですね、このデッキ、まあ、もともと青トロンをベースに、考えようと思ってたんですが、まあ、どうしてもね、トロンというカードが、今の現代にはないということで、じゃあ代わり務めるのは何かって考えたら多分、水蓮の原野かな、ということで、まあ、水蓮の原野をね、うまく使おうと思ったら、こういうね、誘発起動能力のね、打ち消しがあるカードを使うのがいいのかな、と思いました、ということで、まあね、今回、この枠に新しく、不連続性っていうカードが入りました。はい。これ、青トリプルで結構重いんですが、まあ、自分のターンで使うときは2枚になるということで、適当に青1枚出ればいいんですね。はい。なので、まあ、この辺のね、10枚の青いカード、どれが引ければ、まあ、打てるのかなという感じと、それとですね、青トリプルっていうのは実はですね、水蓮の原野1枚でも賄うことができます。はい。で、このトリプルシンボル、この白、もう次元の浄化も1枚で賄える。空の粉砕もこれ1枚と追加土地1枚で賄えるということで、まあ、入れてあげてもいいのかなという感じで突っ込んであります。はい。で、サイドボードにはですね、まあ、カーンで持ってこれるものと願いのフェイで持ってこれるもの。で、まあ、両方ともで持ってこれるアーティファクトを、まあ、多めに入れてあります。と、もっと魂部、墓掘り、魔術望遠鏡ですね。で、願いのフェイの他で持ってくるものとして、まあ、次元の浄化と思考の歪みは最初。あとこれですね、集団強制は最初普通に入れたんですが、まあ、赤と緑もね、なんかちょっと重いカード入れてあげようかなと適当に思いついて、小説の解放と次元を上げた宿題を入れました。はい。反省はしていません。はい、はい。というわけで、まあ、この辺はね、好きな枠入れてもいいのかなと思います。はい。で、まあ、隕石ゴーレムは寛容ですね。最近私が散々言ってるアリストクラッツに缶1枚で有利に立てるということで、まあ入れてある形になります。どうせ上の方行くと無色しか使えませんしね。はい。で、願いのフェイが4投されている理由なんですが、サイドボードからカードを持ってくるというよりも、速攻エリアに序盤の壁として使えるという点で4枚採用してあります。まあ、あんまりね、壁としても入れたくはない枠なんですが、どちらかというと減らしたい枠ではあるんですが、まあ、速攻相手にはこういう壁がいるのかなということで入ってます。で、テフェリーですか？まあ、もともとね、この白いカードは入れる予定がなかったんですよ。ただですね、モダンのアウトロン、まあ、参考にした時に何が必要かってなったら、キャントリ付きバウンスとキャントリ付きのカウンターでした。はい。で、キャントリ付きのカウンターはまあ今の環境で、まああのデカコマぐらいしかないんですが、キャントリ付きのバウンスって実はテフェリーぐらいしかなかったんですね。はい。なので、まあテフェリーを入れたら、どうせね、ここで白出るし、ここでも出るし、まあ、この辺入れてあげて速攻対策してあげてもいいのかなということで入ってます。はい。まあ刺さる盤面が多くてね、結構楽しかったので、はい。まあ、私としては割とありかなと思います。はい。というわけでね。まあ、とりあえず、今回は試作型ですが、しっかりとポテンシャル自体は感じたと思います。はい。なのでね、この辺からちょこちょこと調整ができるのかなと、まあ、してあげてもいいのかなと思うくらいには、はい。結構楽しかったので、皆さん作ってみてはいかがでしょうか。というわけで、対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いし、まあまあ、キープ？まあまあ、キープかな。こっちが1枚引けるとデカそうですね。はい。こっちのカラーはできるだけ見せない方向で行きましょう。
まあこれの時点で青白からもこだもうバレてるのも当然なんですけどね。こっちは引けた。じゃあこっちからかな。答え合わせはまだしませんよ。お次。はいはい。まあ、下のタイミングで次元のジョーカーを打ってあげると、まあ、いけるのかなと思いますね。先生。プラス？じゃあ、こっちもテッフェ行きましょうか。裏目はケイヤウォス。というわけでね、ケイヤの怒り、近いか。ケイヤの近いケアしていきましょう。まあ、ここでね、近い打った後、テフェリバーンズとかいうのもね、全然ありだと思いますが、バウンスもういらんので、で身代わり、青トリプルは欲しいので青を持ってきておきましょう。まあ他のね必要なカード群が全然引けないですが、ケイヤのイカに近いか。ブリンクされるとめんどくさいので、物語の終わりだっけ、欲しいですね。一応こっちから見るか。ガードウィック、ガードウィック。物語の終わりは、いけないけど、これのおかげで、全部吹き飛ばせる三段がついたので、OK ですね。後期の泉はね、結構、捨てる先としては相当優秀な部類だと思います。チップ付きの土地なんでね。色も出ませんし。はい。ボリンくん。ありがとう、ソーレン。身のことは忘れない。はい。ああ、めんどくさいことをしておりますね。ウギン。テフェリーがもう一回使えるか。そうですね。じゃあ面白いことしてやりますか。もっと面白いことを言おう。エンドですね。バカにでもいいですよ、そのカード。エスパーからんやな。バカ、いやでも容量型か。容量型なら半熱枠ありますね、普通に。出ますよ、私は。作ったんでね。まあなんか切削する何かしらが多分入ってきてると思うけど、どうされますか。お、エルカツを出す、いいですね。構いませんよ、私は。ウギン。ウギンは思考の歪みをぶっ破してから。ああ、気持ちいい。すごく気持ちいい。これですわ。ああ、これだから。これだから水流の原因はやめられねえ。はい、死生観。あ、問題ないです。ちょっとの間放置してあげましょうか。どうせね、思考の歪みでぶん流してから。なんで。素敵なおじめちゃいっぱいいますね。いいですね。
ボタムボタム。ああ、物語の割も引ける。あ。はい。いいですねー。追加のイルカツ。これなんでさ。うんうん。魅力的なので、スイカと、両輪をね、持ってくると思いますね。まあ、一旦ね。はい。そこにいる、うなぎはね、結構簡単に仕分けるので。ここにいる、ここにいるね、こっちのウギンとかが仕分けるので。動かそう。物語の終わり構えればいいのか。そうですね。ファンかな。魅力的な文字。いいカード引きますね。爆発した。はい、グッドゲーム。大さんありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、お告げもあるので、キープでいいですかね。とガドウィック出づらいですが。まあ、あれ、あれよ。あれあれ。そう、あれ。あれが来ればね、なんとかなるんで。水蓮の原野ですか。そうですね。水蓮の原野さえ引ければなんとかなるので、やばいかもしれん。速度負けする。お引けた。ということはですよ。あ、ですよ。海の神の告げで持ってくるもの決まりましたね。もう、さまじく痛いですわ。ここにあるね、ちょっとした延命措置ってやつを使って。えんだ。デッキ内にね、あれば、まあ、空の粉砕あたりを持っていきたいですね。ゾリス。いやーですねー。で、倒すのめんどくさいんですよ。敵側トロール。ほい。じゃあ、海の神のお告げで。ボトム、ボトムかな。今、全体受給以外受ける要素がないので、ボトム、ボトムですかね。これ。どうしよっかな。願いのフェイの素置き。そうですね。願いのフェイの素置きと、今のうちにね、原野置いときましょう。次のターンは身代わり、その後次元の浄化で全部流します。よいしょ。まあ、その間ね、生きていられる保証があるかどうかで言われてね、ちょっと別なんですが、まあ、身代わりが身代わりになってくれたりとかね。ちょっとだけは延命ができるので、土地があと1枚出たらいいかなと思いますね。ほい。なんかパンプアップ手段があるんですかね。あ、じゃあ戦々恐々としてますよ。敵側、生側だった。生側、トグロ。まずいわよ。でも、そっち引けたわよ。いいですね。これしない。このターン死ななければ、ギリ。ギリギリ、なんとかなりますね。死ぬか？死ぬ？3だけ殴りましたね。まあ、ブロックですわ。
真面目な身代わりくんは身代わりなんで。ありがとう身代わりくん。君は多分ローテ始まりでずっと使ってあげるから。あ、大きなネズミいいですね。とりあえずそこの願いの目をぶん投げらせまして、何かしら構えてるな。あ、うわー忘れてた。英雄的介入だけ受けれないかな。そうですね。いいですね。これですわ。そこにいるオゾリスもまとめて処理できましたよ。この後はね、ここにいるガドリックだったり、テフェリだったりで、ちょろっとね、お茶にごしてあげれば、当てるのかなと思いますね。原野もう一枚。いらないかな。うちの量的にも一枚あれば十分ですしね。カニエルフ。いやここにいなかったんだカニエルフくん。ウギン追加もらっときましょうか。あと1マナかな。あ、このフレンド癖強いかもしれない。 1,2,3,4 はい。これプラス、まあぶっちゃけどれでもいいですけど、大きな泉かな。そうですね、カニエルくん君はいいやつだった。まあ、あとは適当にね、風の毒性をぶん投げてあげれば当てるのかなと思いますね。まあ、その前にウギンかな。そうですね。おーっと、強い。ほい。ほい。まあ相手さすがに爆発案件だと思いますね、これは。ほい、よいしょ。まあ自分のあれはいいでしょう。大変で投了ですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあね、速攻にはね、まあどうしようもないはないんですが、まあ2本目のね、セレズニアカウンターみたいに、ちょっとぐらいの、甘えた遅さをしてくれると、まあ、分回りされるとね、あのタイムはどうしようもないんですが、ちょっとぐらいね、甘えた動きをしてもらえると、そのままね、あの次元の浄化だったり、空の噴射だったりで流してから、別のプレンズウォーカーを展開してっていうことができるので、なかなかいけるんじゃないかなと思います。はい。で、真面目な身代わり、および、まあ、水蓮の原野プラス物語の割とかプレンズ属性のおかげで、簡単にね、6連のジャンプが可能となっております。はい。なのでね、この辺、簡単に使ってあげてもいいのかなと思います。割とね、連続性は雑に切っても、何の問題もなかったような気がするので、はい。どんどん切ってあげましょう。水蓮の原野自体も、打ち消せなくても、出しておくというのがプレイングとして全然存在します。まあ、1、2で3枚なんでね、そんな悪い交換ではないので、はい。ちょっとね、テフェリーが出しづらくなるだけで、他には全く問題ないので、普通のサマナカードとして使ってあげることも、全然考えてもらってもいいかなと思います。はい。で、まあ、このね、テフェリー出しづらいかなと、微妙に思うかもしれないですが、シルベとね、神聖なる泉のおかげで、割とね、すんなり出すことができるので、はい。まあ、スカイツリーは多分、
水流の原野前提のこの辺だとは思うんですが、まあ、ないじゃ速攻に勝てないということもあるんでね、分射時ぐらいは速攻に勝てるようにしておきましょう。という感じで、こんなカード入ってます。というわけでね、まあ、話としても、トロンデッキでいうのはね、エルドラージが入ってたり、こういうウキンとかが入ってたり、無色のカードが入ってて好きなのでね、今後何かしらの方法でやっていこうと思います。緑トロンはね、簡単に決めてしまうので、あまり面白くないということで、はい。私はこういう青トロン、今回は組んでみた感じになります。まあ、とりあえずね、さっき言った通り、ポテンシャル自体は感じたので、まあ、要調整かなという感じがしました。はい。まあ、サイドボード含めてね、しっかりと揃えようと思うんですが、問題はですね、BOC に行くとですね、親の仇のように、神秘の論争がサイドに4等とかされてるので、水蓮の原野がですね、2マナから5マナへのジャンプができなくなるんですね。はーい。そこがちょっと厳しいかなと思います。はい。それと、物語の終わりは、今の環境ぶっ刺さります。伝説のカード多いですね。ウギンとかも止めれますし、この辺のプレーンズおかげが全部止めれること。それと、まあ、これ一つのテクニックなんですか。ヨーイオンがたくさんのカードをプリンクしようとして追放した後、戻るときにこれ打ってあげることで、簡単に処理ができたりとかするので。はい。まあ、割とね、今の環境で使いやすいカウンターなんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。